これより会議を開きます。内閣提出防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案を議題といたします。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので順次これを許します。小泉純一郎君、失礼小泉進次郎君、すいません、小泉君、ごめん、マジか、自由民主党の小泉進次郎でございます。早速緊張を解いていただいて、安住委員長ありがとうございます。すいませんでした。ちょっと見てもらったのはね、本題と全然関係ないんですけど、最近見て笑った過去の国会映像ということで見てもらいました。はい、安住さんおもろいですね。マジごめんって言ってましたからね。はい、まあまあ、それとも今日はちょっとマイナーカードに関するまた、お決まりのパターンが始まってまして、これちょっとね、私も笑ったので、ご紹介をちょっとしていこうかなと思います。で、本題に先立ちました、チャンネル登録お願いします。ちょっと7万人ね、6月中にと思ってました。あと4000人まで来てますので、どうぞよろしくお願いします。で、ちょっと早速ね、本題に、入っていこうかなと思いますけども、僕、いつぐらいの動画で上げたか、ちょっと記憶が定かではないんですけども、2月ぐらいに報道としては出てたものがあってですね。で、それが、救急搬送時にマイナカードを活用するっていう話あったと思うんです。で、僕当時紹介したのは、2月18日付の日経新聞の、マイナ保険証救急搬送時に活用へ、服薬歴など確認という、タイトルのものでして、ね、救急搬送時にマイナーの、マイナ保険、患者の、懐とか調べて、カバンとか調べて、マイナカード出てきて、で、その時出てきたら、それをこう、かざしてね、カードリーダーで。で、ログインして、服薬歴とか、受診歴を見ることで、より良い医療が受けられるんだって言ってたんだけど、実際には救急車が出動するまでの時間が、なんか4分だったか、5分だったか、すごいロスすることになって、むしろ救急医療の障害になってるみたいな、オチがついてる話をね、言ったと思うんですよ。それ実証実験してたっていう話があったんですよ。これ実際本格的にスタートするらしいですね。まず5月23日から。まあ、アホだと思うんですけど、なんで使えないかについてはね、もう本当に何回も言ってるんで、詳細は差し控えますけど、その医療情報っていうのが診療報酬請求において生じたものしか今のところ使えないので、基本的には1ヶ月とか、1ヶ月半とか、ひどい場合で言えば2ヶ月先にしか、最新の情報っていうのが来ないわけです。だから、例えば僕が今ね、診療を受けたとしても、5月7日とか直近に受けた診療情報、投薬履歴っていうのは何の確認もできなくて、早く見積もっても4月7日とか、ひどければ3月ぐらいのものしか最新で見れないと。で、それを見て何か役に立つのかっていうときに怪しいと思うんですよ。正直。ほとんど役に立つって思えないと思うんですよ。それはドクター X 風に言えばっていうことで言いましたけど、目の前の患者を見ようっていうことにつきますよね。で、この件についてはね、だから御用電波ドクターみたいなんていつも出てくるじゃないですか。何かにつけて政府がアホなことするときでも。だから、残念ながら、この件についてね、これめちゃめちゃ現場で役に立ってますみたいなこと言う電波の医者もいないでしょ。はい。それは、そうならざるを得ないっすわ。だって、1ヶ月か1ヶ月半か2ヶ月か知らないですけど、そんな過去のね、情報を見れて、役に立つぐらい日本の医療水準って低いんでしたっけっていう話でもあるわけですよ。今何か問題起きてるんですかと。起きてないですよね。それは、リアルタイムになんか見れたら話別かもしれないですけど、そうじゃないですよ。でもいいでしょうと。やるのはいいでしょうと。ただ、これは今回、面白かったのがですね、マイナ保険証でより良い医療を受けられるのを柱の一つでね、救急時に、診療歴、投薬歴を本人の意思がない時でも確認できるんですよと、より良い医療が受けられるんですよと、言ってたんじゃないですか。で、オチとしてはね、マイナ保険証なしでも、救急医療時に情報を活用できますっていうことが決まったんですよ。はい。マジでアホだなと思ったんですけど、そもそもこれ役に立つのか問題ってあるんですよ。さっきも言った通り、救急車出動するのに、
ただ時間が食うんで、いや、そんなんだったらもうさっさと行けよと、病院行けよって話じゃないですか。で、今、そう、救急医療ってね、1分1秒争うのに、なんか3分も4分ね、ログインするのとか時間がかかってったら、まず役に立たねえだろうって、まあ話なんですけど、まあそれはさておき、役に立つという前提で、まあまあ話をちょっと進めていきますが、今回ね、厚労省が、まあ、システムベンダー向けに、救急医療時の、業務フローみたいなのをペーパー作って、公開したんですよ。で、まあ、これ保健団体連合会さんのね、ホームページにも書かれている内容なんですが、まあ、ここに書いてある通りね、前の復習で言うと、まあ、すでに運用が開始されているオンライン資格確認などについて、意識障害などで、患者意思が確認できない状況をはじめとした患者の生命、身体の保護のために必要がある場合において、マイナンバーカードによる同意取得が困難な場合でも、医療情報閲覧利用を可能とするために、オンライン資格確認システムが提供する機能及び病院のシステムベンダーが提供しているシステムに実装いただきたい内容などを記載してますっていう、まあ話が来るんです。で、まあこれちょっとパーって飛んで、結論としてはね、これ救急医療情報閲覧の概要っていうので、まあ、患者特定方法というので、マイナンバーカードだけだったはずなんですよ。マイナ保険証がいいメリットのはずなんで、他でできちゃダメなんですよ。なのに、そう、資格確認書でもできますって書いてあるんですよ。あと、もはやその資格に確認書すらいらず、本人の氏名、生年月日、性別、住所さえわかれば、もう閲覧していいよってなったんですよ。はい。マイナーカードいらないんですよ。そもそも、そう、ログインする工程がいらないですよね、もう。マイナーカード仮に持ってたとしても、もうそれ見て、4情報わかるじゃないですか。ここの氏名、生年月日、性別、住所。見て、もうすぐ入ればいいんで。てか、これ別にだから免許証とかでもいいわけですよ。結局的には。で、結局だから、マイナ保険証のメリットなんですの、本当にね、最近柱としてよく言ってたんですよ。この救急医療で活用できますみたいな。なのに、自己否定したんですよね。はい。早かったっすね。はい。これ実はもう本当にね、これ最近ずっとこの調子なんですよ。マイナ保険証、マイナンバーカード便利なんですって言って、その後に自己否定するっていうんで、例えば能登の時、地震の時にね、マイナカード持って逃げてくださいと。で、マイナカードを使って、その避難所でね、出入りとかを確認することで、例えばなんかこう支援物資がどんぐらい必要かとかっていうのを管理しますみたいなのを言ってたんですよ。でもまあもちろんマイナカード持ってなくて逃げてる人もいるし、そもそもマイナカード持ってない人もいるし、全然使い物にならんってなったわけですよ。で、河野太郎としては、まあ、使える便利って言って、準備してますって言ってたのに、無理で結局 JR 東日本から提供を受けたスイカを使って、それやり始めたっていう、僕もちょっと紹介したと思うんですよ。で、スイカの方が、まあ、便利じゃんみたいな。まあまあ、なったわけですよね。あと、この時に河野太郎が、まあ、ツイッターでね、スマートフォンからマイナポータルにログインすることで、薬の情報を避難所などで、まあ、お医者さんと共有できますみたいな、登録、話をしてたじゃないですか。で、まあでも結局、この時も、まあ別にそれが役に立つかどうかともかくとして、まあ厚労省がね、マイナ保険証なくても、医療機関がオンライン資格確認による検索で薬剤情報を把握できるみたいな通知を出したんですよ。はい。で、結局なんか保険証とかマイナカードなくても、保険医療を受けれますみたいな災害時対応したっていう話も紹介しましたけどね。なんかマイナカードとかそういう物理的なものがね、なんもなくても通常の医療を受けれますよというふうにするのが、言うたら安全保障の考え方じゃないですか。なんか、カードを持っていってくださいと。カードをって言ったら、普通に医療が受けられるしとか、なんか医療情報いろいろ見れるしとかで、ね、で、実態にそぐわないことを言ってたんですよ。いや、本当ね、現場見て、現場のこと分かってないなというか、デジタル庁って本当にいらねえ組織だなということを、まあ、能登地震の時に、まあ、露呈したわけですよね。で、自己否定になった。で、これ、自己否定の繰り返しなんですよ。で、なんで自己否定になるかっていうと、そのマイナカードがデジタル化の障害だからなんですよ、結局。これ僕よく例に出しますけど、調剤薬局って保険証なしとかでもいけたりするんですよ。保険診療価格で。処方箋に番号書いてるから、番号を見控えて終わりみたいな。で、保険証全然出さなくていいところもあるんですよ。で、どうも聞くところでは、なんか保険証出させるところもあるんですけど、それはどういうところかというと、なんかね、患者の情報とかを控えたい。いわゆる、お店側の都合で控えてるだけで、なんかこう、保険診療を受けるにあたっての必然性っていうのは、まあまあないって言われてるんですよね。はい。
で、結局でも、なんかその薬局にも今全部マイナーカードリーダー交わして、マイナーカードの人はなんか刺さないといけないとかっていうふうになってたりするんですよ。これ以前紹介しましたけど。僕もそうだったんですけど、薬局に行って、マイナーカード持ってますかって言って、持ってませんってなったら、例えば1ヶ月の中で最新2回目以上行くときって、その保健所の人だともう何も提示しなくて終わるんだけど、マイナーカードの人は毎回行くたび刺さないといけないんですよね。はい。で、一番いい、まあ、薬局っていうのはもう1回も提示しなくてもいいというところもあるんですけど、結局その、調剤薬局っていう装置のところにデジタル化の最適解って何かって言ったら、まあ、もう今すでにできるっちゃできるんですけど、その患者さんがもう保険証とかマイナカードとかっていうものをね、提示する工程すらいらないっていうのが一番いいわけですよ。うん、直前に必ず医師の受診をしてるから、もうね、調剤薬局って調剤を処方するには処方箋がいりますから、お医者さんがその処方箋を出してない限りは無理なんですけど、その処方箋を出すときに、言うたら保険証を提示してるから、保険証確認する意味ってないわけですよ。はい。で、そういうふうにするのが一番いいのに、してないわけですよね。で、そういう発想がないわけじゃないですか。で、業務の理解の乏しさとか、手段の目的化が、まあ、ここにはあるわけですけど、こういうなんか自己否定とも言うべき、単に機械を使ってたら、なんか効率化するだろうって思ってたっていう、本当に浅はかな考えがあるんですよね。で、結局、災害時とかに、マイナカード便利ですよって、まあ、自分たちのマーケティングをしてただけじゃないですか。今回のこの救急医療っていうのも同じで、マイナカード自体の存在意義が危ぶまれてるから、もうアイデンティティを維持するために自分たちが便利だって言い張るみたいな感じになってるんですけど、まあ、全く便利じゃないんですよ。これはだからコンビニで住民票ダウンロードできるのが便利だっていう話もありますけど、あれも結局は住民票っていう手続き自体を提示する手続きっていうのをなくすのが理想なわけですよね。で、そっちに行かないわけですよ。あと、まあ、僕、これもね、ちょっと繰り返しお伝えしていることですけど、思想としてね、なんかね、狙いが不明瞭で、なんかその場しのぎで、コロ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 、狙いが変わっていく、ブレブレになってるっていう、まあ、問題が、いろいろ尾を引いているっていう話もあって、利便性を上げるっていうのと、なんかその不正利用をなくす、セキュリティを堅牢にするっていうのをね、こう言うときコロコロ変わるんですよ。はい。で、マイナ保険証便利です。利便性上がりますってよく言うじゃないですか。で、全然利便性じゃないじゃん。他でできるじゃんって言って、まあ、終わるわけですよ。いつも。だから、最終的に何て言うかっていうと、不正利用を防げる伊達河野太郎とか武見大臣とかも言うんですよ。これ、結局、効率化って言ってたけど、効率化が否定されたから、まあ、セキュリティ的なところで必要なんだっていう言い回しになってるんですけど、セキュリティを堅牢にするっていうことはね、基本的にそのロジックとして、その効率性は落ちるわけですよ。まあ、これ、0100の議論をしたいわけじゃないんですけど、だからこそ、そのマイナ保険証っていうのは通常の保険証の方がね、円滑に行けるところを受付でわざわざ顔認証とか入れてね、こう時間をかけて審査して、認証すると。これは空港での手続きと同じですよ。セキュリティを堅牢にするために、いわゆる審査があるわけですよね。そのパスポートを念入りにチェックして、金属探知機使ってとかって言ってやるわけじゃないですか。あれって全然効率性の概念とは別じゃないですか。もちろん効率に円滑に動かそうとしてますけどね。はい。で、ここがね、なんかね、すごいブレブレなんで、なんかどっちつかずなんかものが生まれたりとか、するんですよ。で、例えばね、利便性に傾きすぎて、これ大丈夫かみたいな事例も出てきていて、例えばね、これ日経新聞の報道でも出てるんですけど、スマホマイナンバーカードってあるじゃないですか。僕、まあ、紹介しましたけど。で、あれ、スマホマイナンバーカードのひどさについては、すでにお話ししました。それ何かというと、例えば、これマイナカードを持たなくても、スマホでマイナンバーカードの機能を使えるんですよって言ったんだけど、いや、病院にカードリーダーめっちゃかわしてんじゃんと。あれ、スマホぶっ刺しても使えねえぞと。で、そのためにまたソフト開発するんですかみたいな話になってるっていうのが、まあ一つあるんですが、それだけじゃなくてですね、これスマホにね、マイナカード機能を搭載するっていうので、25年夏、来年ですよ。までに、すごい便利しますって言ってるんですよ。確かに、これできたらね、便利そうに見えるんですけど、すごいセキュリティ的には危ないことをやろうとしてて、今って、まあ、スマホマイナンバーカードっていうので、まあ、スマホでできることっていうのは、電子証明書みたいな話ができないと。で、カードの画像データを使って本人認証するとかって、ネット口座の開設とか、携帯の契約とかで、ね、ネットでやるときってあったりするんですけど、まあ、そういうのとかって、
スマホでは全部完結しないんですよ。だ物理的なカードがないとできないことが多いんですよ。その、オンラインで何か取引するときでも。でもそれを全部自分で完結できるようにしますよって言って、で、例えばこれ物理的なね、カードがなくても、物理的なカードのデータっていうのをスマホに搭載しますと。そうすることによって、今手元に物理的なカードがなくても、スマホ一つで、例えばネットで口座開設できますよとかっていうふうにしようとしてるんですよ。これね、めちゃめちゃ危ないと思うんですよね。つまりは、スマホパクられた時のリスクがすごい上がるんですよ。ネットで口座開設できるんですよ。物理的なカードなくても。本人気づかない可能性すらありますよ。カードデータだけね、パクったりできますから。究極的には。で物理的なそのカードデータを使って銀行口座を開設するみたいなことをスマホ取られちゃったらやられる可能性あるんですよ。はい。まあ、結構ね、大丈夫なのかなって、まあ、老婆心ながら思うんですよね。もちろんその電子証明使うんだってパスワード入力させるとかっていうのはあると思うんですけど、その何桁かのパスワードだけでね、一個突破されたらもう何でも好き放題使われるって危なすぎでしょ。はい。だからあのネット銀行とかってかなりセキュリティ厳重にしてるじゃないですか。例えばね、あの楽天銀行を僕は使うんですけど、楽天銀行の場合とかだと、スマートフォンの場合はまあその生体認証っていうのを例えば入れて、本人の指紋じゃないとログイン、パスワード分かってても、あの、使えないとかっていう風にしてたり、あと位置情報をチェックできるようにして、まあ明らかにおかしい場所とかでね、やってたら不正検知みたいな感じで、あの、ブロックできるようになってたりするんですよ。よく考えられてるんですよ。で、PC でやるときは、まあ、その、パスワード、ログインパスワードもあるし、あとはなんだ、ワンタイムパスでメール通知にしてね、こうメールが通知来た番号を、メールに通知が来た番号に入れないといけないとか。で、それも突破される可能性があるんで、ちょっとアナログですけど、例えば学生時代に所属してた部活動はみたいな感じでアナログな、ものを入れさせたりとかっていうのはね、何重にも入れてたりするんですよ。はい。なんか4桁のパスワードだけでもないし、その、例えばログインしただけで送られるとかっていう風にも、まあ、なってないんですよね。よく考えられてるんですよ。まあ、興味あったらね、あの、実際にネットバンクとかちょっと使ってみてもらうと、あ、こういう考えでこの仕組みが入れられてるんだっていうのがよくわかるかなと思います。で、そういうのがなくて、これパスワード1個ね、入力して突破されたら、もう口座開設も何でもござれみたいになってるのがね、ちょっと大丈夫かと思うんですよ。来年とか問題になるんじゃないかなと思ってて、まあ、ちょっとそのね、どういう仕様に最終的になるかわからないんでね、当たるかわかりませんけど、ちょっとこれの記事だけ見てるとすごい危ないよっていう話も出てます。こういうこと言うと、生体認証をマイナンバーカードに入れたらいいじゃないかとかね、位置情報確認を、機能をね、マイナンバーカードに入れたらいいんじゃないかっていう人いますけど、それはちょっと憲法的に無理ですよね。中国とかだとできると思いますけど、それ憲法的にどう考えても無理だと思いますよ、感覚的には。できると思う人がいるんだったらね、そんな国があるんだったら教えてほしいんですけど、まあ、民主主義を名乗る国で、そんな個人の機微な情報をね、預けるってのは無理なんで、そういう個人同定をする、その特殊な機能っていうのを入れようとすると、そこの民主主義の問題ともぶつかるんですよね。で、ライナーカードにそこまでそういう情報は入れれないはずですよ。で、あとちょっと全然話変わりますけど、最近ね、何度か話題になってますが、偽造したマイナーカードを使ってね、なんかこう、契約体を乗っ取られるみたいな事件が結構何件か発生してるんですよ。で、議員さんで連続してね、立憲の議員さんとあと自民党の議員さんだったかな。なんか連続してね、ツイッターとかでも出てましたけど、その代理店の方に行って、偽造したそのマイナカードっていうのを提示して、で、契約することで、本人が契約してるやつが乗っ取られて、別のものになると。で、しかもそれ単に携帯使われるだけじゃなくて、携帯あったら、いろんなものをいてるわけですよ。その乗っ取れるわけですよ。で、それによって、まあ、金銭的被害が出た、うんぬんとかっていう話で結構話題になってて、で、なんかその、まあ、代理店のね、確認が甘いっていう問題はあったんですけど、マイナカードっていうものが、なんかこう完全無欠の最強の物体だって、なんか思うっていうのはね、やっぱ良くないですよ。そこを突破されるという前提、突破された場合どうするかっていうフローにしといた方が、やっぱりいいというか、そんな完璧なシステムってないですからね、なかなか。で、例えば、全然分かってない人とかが、何をこういう時言うかっていうと、携帯をね、その代理店の人たちが目視で確認してるからダメなんだと。カードリーダーで設置してね、それ差し込んで、まあ本人確認を
させろみたいなことを言うんですよ。で、これって、一見なんかそうしたらいいじゃんって思いがちなんですが、結構ハードルがあるんですよ。技術的にも。なんでかっていうと、全国の銀行とかね、その携帯の代理店とか、まあ、保険の契約する代理店とかも含めて何でもいいんですけど、あらゆるところ全国津々浦々にカードリーダー設置しないといけなくなるわけじゃないですか。そのフローにしようと思ったら。で、これって、まあ、その業者側の負担ももちろんあるし、それなんか、効率性がかなり落ちるわけですよ。それによって。なおかつ、その、仕様としてね、その、中央官庁のサーバー、住民票データベースとかに、毎回その、トランザクションが発生するわけじゃないですか。携帯にしろ、保険にしろ、まあ、不動産の契約でも何でもいいんですけど、マイナーカード全部確認しないといけないみたいな。だから膨大なトランザクション処理になると思うんですよ。で、それを裁ききることができるのかっていう話ももちろんあるわけですよね。うん、だから銀行、携帯ショップ、証券、不動産、保険、なんだろう、個人で何か契約する、それなりのものをね、やるときに、全部でそれやらないといけないってなったら、その政府側にね、とてつもなく巨大なサーバーが必要になるんですよ。はい。そう、何千万人っていうのが、使う想定でね、組まないといけないんで。これはなかなか金かかりますよ。はい。もちろんね、免許証でもこれ実際、過去にはスマホ乗っ取り契約みたいなのされるケースっていうのはあることはあって、だ結局その免許証で起きてたことを乗り越えられる仕様にそもそもマイナカードはなってないんです。で、何兆円も金かけてね、免許証と同じレベルだっていうことは、そんなにすごいカードでもないわけですよ。これマイナカードザルじゃんみたいな話になった時に、いや、免許証とか保険証でもね、突破されるだろうとかって言ってる情弱がいるんですけど、その何兆円もかけてね、免許証とか保険証とどレベルだって言って喜んでる、その脳内がおかしいだろうっていう、まあ話でもあるわけですよ。あんだけ金かけといて、免許証と同等レベルにしか効果がないんだったら、いらねえじゃんって話になるわけですよね。で、あと、これやると何が、最大の問題は、全件カードリーダーチェックするじゃないですか。銀行とか保険とか、不動産とか、何でもいいんですけど、これしたら何起きるかっていうと、これ一番の問題なんですけど、システムそこ止まった瞬間に終わるんですよ。はい。多くの産業の新規契約業務全部ストップするんですよ。このカードリーダー工程っていうのを入れると。だから業界側はね、絶対これイエスと言わないと思います。それは携帯の新規契約業務全部できなくなるんですよ。政府のサーバーが落ちたら。そんな社会主義みたいな国にしたいですかっていう話ですよね。で、だからなんかこれ今、乗っ取りみたいなの起きてる件がね、あって、すぐ全部カードリーダー置けばいいんだとかっていう人がいるかもしれないですけど、まあ会社側としてね、その政府のサーバーがね、止まったぐらいで、売り上げ何億も飛ぶとかっていう世界線になるリスクをね、考えないといけないというのは、ちょっと耐えられないと思います。はい。だから、まあもうちょっと頭使って、これ乗っ取りっていうのを防ぐしかないんですけど、いたちごっこになっていかざるを得ないとは思いますね。まあだから乗っ取られた瞬間にすぐに、それをね、解除できる何か知恵を用意しないといけないと。知恵をね、用いるしかないと思います。で、こういう時に、だから、なんかあんまり何も考えずに、とにかく機械を設置したらいいんだっていう安易な発想できてるのがむしろここまでのマイナカードの実態で、全国通ラガードリーダーを置けばいいんだって言って、医療機関にね、カードリーダーを交わしたじゃないですか。で、結局全然役に立たないわけですよ。はい。で、それと同じなんです。だから、頭使ってシステム開発するっていう、なんかね、観点っていうのが、本当にないなっていうのが、まあ僕の長らくの問題意識でもあるんですけど、まあ皆さんにもね、もうこのマイナカードっていうのを通して、その行政の怠惰、デジタル機器入れりゃいいだろうっていうその怠惰をね、ちょっとぜひ知ってもらいたいなと思いまして、今日はお話をさせていただきました。本日の動画もご覧いただきましてありがとうございました。役に立ったという方はチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。